はい、どうもお茶です。昨日の動画ね、申し訳ございませんでした。結局ね、アップロードされてませんでしたね。で、撮り直したやつも、あれ実は結構寝起きでね、割となんかテンション低かったり、滑舌がね悪かったりね、ボソボソ喋ってたりとかしてね、まあ見返してみて、まあひどいなと思いましたね。はい、申し訳ございません。今日はね、本当事故らないようにマジで丁寧にねやっていこうと思いますんでね。はい、まあ、今日はちゃんとね動画をお届けできるようにと頑張りますってことで、19段のエルフェルトですね。エルフェルトはね、ちょっと浮きが高くてね、真のコンボ乾燥しづらいっていうのが、まあ個人的にちょっと苦手ですね。さあ、密着でやりすぎたら投げられてしまいました。真の投げ無敵技って何なんだろう、全然調べてないから分かんないんだけどさ、誰か知ってる方とかいましたら、まあコメントとかね教えてくれるわ、とか自分で調べるわ、そんぐらい自分で調べるって話だよ、ね、ごめん、甘えすぎた。さすがにしっかり食画で割っていきます。あー、この方なんか結構ぶっ放してくる方なんで、なんか割と戦いやすいかな。オッケー、これは殺し切りでしょ、さすがに。オッケー、しっかり殺し切っていく。こういうのあると気持ちいいね、ほんと。で、ちょっと最後の方にライブの宣伝とかね、させてください。結構最近 YouTube ライブとかやろうと思ってるんで、なんかね、超低速遅延モードっていうのが、今ね、YouTube でできるようになって、それがね、まあ普段8秒ぐらいラグがあるんですが、その超低速遅延っていうのをね、使うと、あ、待って、これ、待って、ごめん。危ねえ、焦った。危ない、危ない、危ない。ちょっと喋りながら集中できない。で、そのね、超低速遅延モードっていうのは4秒ぐらいにラグが短縮できるっていうね。まあ、ニコ生とほぼ同じぐらいなのかな、多分。なんでね、最近ちょっとライブの方もね、かなり進化してきておりますんでね、割と快適なね、放送とかできると思いますんで、まあ、ぜひね、皆さんには来ていただきたいですね。で、僕結構音量調節が下手くそで、まあ、後々見返してみると、あ、なんか、俺の声ちっちゃいなとか、ゲームの音ちっちゃいなとか、結構あったりして、はい、あれなんですよね。だから、ライブ中とかにね、そういうの、全然遠慮なしに言っていただければ、直しますんでね、そういうとことかも、まあ、コメントとかね、お願いします。はい。まあ、できる限り自分で調整していきますんですけど、まあまあまあ、ちょっとね、今日とかもね、自分で調整した。あー、これは暗転ガラスだね。はい。まあ、自分で調整したんだけど、結局ね、マイクの音量が超ちっちゃかったりとかね、まあ、ありました。はい。まあ、そんな感じでね、まあ、ライブの方は、まあ、そんな感じでちょっと、はい。ちょっと後々宣伝していこうと思います。とりあえず今は、お互いに集中する。暴れないね、暴れてくる。エルクはね、普通にノマガだと、どうやらプラマイゼロで、どっちが有利不利とかもなくて、超いいらしいですね。で、エンエスのフレームが9なんで、まあ、そこら辺うまく活用してってね。あー、無理だったか。オッケー。しっかり硬直にエンさしていく。まあ、最近ちょっとずつね、しっかり地上戦をやっていこうと考えております。エースで潜り込んでいって、やべ。あー、コパンで暴れちゃった。はい、バカ、投げこすってる。なんで今投げこすったんだ、俺。アホだな、さすがに。それか画面見てなさすぎるっていうね。ここに行く、グっていって。おーおーおー、うまい。エルクに、ローリング合わせてきた感じですね。これおそらく殺し切りですね。あ、無理か、さすがに。あとなんかコパン一発ぐらい。あ、なんか暴れちゃったのかな。別に暴れ、違う、暴れ潰しになってないから、あれ、レンガじゃないっけ。NSB クは違うか、暴れ潰しになってるのかな。はい、ということでね、19段のエルフェルトにね、2回連続で勝てました。ということで、まあ、ちょっとライブの宣伝なんですけど、まあ、毎週ね、土曜とか、まあ、結構突発的にやるんですけど、まあ、基本土曜とかね、休日は多分やると思うんで、1回。まあ、その時にね、ぜひ皆さんにね、来ていただきたいと思います。はい。で、まあ、そういうね、音量ちっちゃいとかいうこともあったらね、遠慮なしに言っていただければね、直しますんでね、そういうところとかもね、お願いします。ということで、今日の動画はこんな感じになります。では、失礼します。